ではテレビ代表インタビューです。心臓に良くない試合が続きますね。まあやな、もう殺されるわ先発の永井もどうなることかと思いましたが、なんとか1失点で粘ってくれました。まあ本当にね、ボコボコにやられそうな感じはしたけどね、まあ相手のミスで助かった感じだね。でこのところ心配な中継ぎ陣も今日青山がいい仕事をされましたね。もう今日はもう最高の出来だったね。青山はね、2回はパーフェクトだからね。今日の疲労は青山よ。で一方打線の方ですけれども、4回以降能見の前に手も足も出ませんでした。まあいいピッチャーだからね。でも能見山は昔から知ってるけども、ジャイアンツ戦なんかのピッチングに比べると、今日は甘いボール結構あったんだけどね。まあその甘いボールを和夫がまあ、うまく捕まえたけどね。明日は交流戦最終戦ですが、田中と藤浪という注目のカードです。そうなの。うちは常に注目している田中が投げるときは、どのあたり注目されますか。意地でも負けるなって。ありがとうございました。テレビ代表インタビューは以上です。